私はわさび一時の母いらねえ時かもキーピーキーピー。あーボール玉に手出してんじゃねえよバカ野郎。鉄掃除しなきゃなの。空の面倒見ててよ。うおー撃った撃った伸びろー。ダメだこりゃ。その鉄は見ての通り熱狂的な野球ファン。応援しているチームが久しぶりにリーグ優勝に近づいてるとかで一人で盛り上がっている。一体いつになったら父親になるんだか。あ、そういえばトイレットペーパー切らしてるんだった。鉄、明日帰りにトイレットペーパー買ってきてくれる。ついでに空のおむつも。あー、はいはい。打ったー、落ちましたー。で、翌日ごめんさーい。何やってんだあのバカー。遅くなるな連絡もないし、料理もとっくに冷めちゃって。っていうか空のおむつがもうないんだってのに。たったいまー。ちょっとテツ、こんな時間まで何してたの。なんだよ、まだ22時だろ。それよか聞いてくれよ。部長が試合の当日券くれてさ。いや、やっぱ野球は生に限るな。見て見て、タオル。野球頼んでたものも買ってこないで野球。あ、忘れてた。まあいいじゃん、まだ大丈夫だろ。大丈夫なわけあるか。いい加減にしてよ。ただでさえ育児に協力しないくせに。わ、悪かったよ、そんな怒るなって。これで怒らなかったら私は聖母マリアか。ごめんって、つい野球に夢中になりすぎたよ。次から俺も手伝うから。手伝うって団子が出てくるのが怪しいだよバカ。誰か案の定鉄の手伝いは数日で終わった。なんで二人の子供なのにこんな現象が起きるわけ。せめてもう少し空の寝つきが良かったら。ただいま、聞いてくれよわさび。ついにモナリーズが優勝したぞ。え、うしゃ、この時をどれだけ待ったことかって聞いてる。有限だね。あんたのせいであんたの子は大泣きですけど。はあ、何わけわかんねえこと言ってんだよ。はあ、女のわさびにはこのロマンが理解できねえのか。翌日夜、鉄話がある。なんだよ改まって。このままじゃ一緒に過ごすのは無理。はあ、うんだよ急に。私がどれだけ言っても育児には協力してくれないし、何より空のことを考えてくれてると思えない。本当に父親の自覚あるの。そんなん言われても。時間が湧かない。初めてだからわからない。言い訳はもういいよ。女だからそれがすぐできると思ってるの。私だって毎日わからないなりに空と向き合ってるの。あんたは悪かったよ、ごめん。これからはもっと空のこと考えるから。約束だよ、次はないから。すやぴー。じゃあ早速だけど、月末にご近所の集まりがあるの。その日は空の面倒見てくれる。それ何曜日。月末日曜だけど。あー、悪い。その日は日本シリーズ出場をかけた試合があるから無理。リベンジ前に言ったこともう忘れたんか。鳥か、鳥頭か。うそ、月末当日。じゃあお願いね、お父さん。はいはい。曇りなんて楽勝だろ。中継見ながら適当にやろう。数時間後。よしよしよし、このまま守りきれよ。あとちょっとで。キーピーキーピーキーピー。ウキベース粘る粘る。いやー、このバッティングを仕上げてきますよ。うっせーんだよ。今いいとこなんだから邪魔すんな。ガキは寝てろ。さらに数時間後。課題はさ、空いい子にしてた。うっしゃー、日本シリーズ出場決定。今宵は安全パーティー。ちょっとテツ、空は。ああ、寝室で寝てんだろ。わさびー、なに、いつからこの状態なの。テツ、あんた何考えてんの。毛布が軽いものだったからまだ息ができたんだろうけど、一歩間違えてたら窒息してたのよ。カロリテーキタロテーキんだよ。帰ってきて早々。こっちは応援もそこそこに空の面倒見てやったんだぞ。少しは感謝の気持ちとかないわけ。面倒見てやった感謝の気持ち、何それ。
体我が子と野球の応援どっちが大事なの？その大事な我が子を人任せにして出かけたのはお前だろ。無責任なのはお前だと思うけどね。あ、ダメだこいつ。そう、そこまで言えるのね。だったらお互い大事なものを守るために離婚しましょう。ああ、いいって冗談だよ。今まで散々俺の趣味の邪魔してくれたんだ。荷物の整理とか手伝わねえから。お前が言い出したんだから出ていくのはお前が筋だろ。3日以内に出ていけよな。その間俺はホテルにでも避難させてもらうわ。じゃあな。絶対ダジャじゃ済ませないから。3日間。おい、荷物まとめ終わったんだろうな。あんたみたいな鳥頭じゃないからね。終わらせてやるわさよ。いちいち口が減らねえなお前。おい、俺の野球グッズは？サイン入りバットは？あ、捨てたけど。そっか、捨てたのか。捨てた。荷物の整理任されたし。お前なんてことしてくれてんだ。いや、大事なものだったんでしょ。それを人任せに整理を頼むあんたが悪いじゃん。じゃあ約束通り出てっから、さよなら。すっきりして。鉄のあの青面。空の面倒は見ないくせにグッズの面倒は見てたから相当大事なものだったんでしょうね。せいぜい後悔するがいいわバカ鉄。ただいまさ、お母さんお父さん隠しか。もうなんてこと。ゆっくりしなさい。空の面倒は俺たちに任せて。ソーラーチョアンジージですよ。やだ、あなた近すぎますよ。いいじゃないか、一緒にお風呂入るんだもんね。ダモンテ。あー、離婚してで寝れるって。神かない。ボスの頃俺のグッズちゃんたち、プレミア T シャツ。あのアホワサビが捨てなきゃもっと楽しく試合見てられんのに。バッキャラな、甘い球見逃してんじゃねえよ。ガンガン行きやがれ。ちょっと何あいつ、うるさ。あまりいいんだよな、ヤジ飛ばしおじさん。面白いからネットにあげよう。ちょっとやめなよ。てめえ何撮ってんだ。野球見る気がねえなら帰れ。ハハハハ、えばいってよくわからん打ってんで怒り出した。もうほら言ったじゃん。ちょっとちょっと何やってんですか。ちょっとお父さん試合中ですよ、お静かに。うっせえ。お、北京ですか。を戻してくれる。そんな。こうして家族からも大好きな野球場からも場外ホームランを食らった鉄